はいどうも、フェモラータ大桃おっさんです。今日はこの子たちを調理していきます。ゆでフェモです。もう杏仁豆腐の杏仁の香りがすごいしてきます。今回も内容物と皮を分けていくので、そこは飛ばしていきます。途中経過、ケツを切ったフェモ、ケツと皮、あと内容物です。これを全部、内容物と皮を取り出していきます。56匹分のフェモの内容物と皮です。フェモの内容物を入れた白玉団子を作っていきます。ドン。フェモの内容物入ってますよ。お水を少しずつ加えていきます。沸騰してきたので、適当に団子をちぎって、丸めて、茹でていきます。団子が完成しました。粗熱を取って、あとは味付けをしていきます。今、月食を映してるんですが、月食じゃない、単なる満月にしか見えませんね。沸騰した鍋の中にこのこしあんを3分の2程度入れて、ゆっくり溶かしていきます。完成しました。フェモ入りきなこ団子、フェモ入りあん団子、そしておしるこです。やっぱり月が欠けてるようには携帯のカメラじゃ見れないかもしれませんね。それでは試食していきます。フェもいるんですよね。見えるかな。うん、普通の団子ですね。でもしっかりと杏仁、いやフェモの香りはしっかりとします。うん、ありだなと思います。次にしるこの団子、あ、内容物が入ってるので、すごくフェモの香りがしますね。フェモ入りきなこ団子、うん、うん、すごく美味しいです。あ、これもフェモ入ってた。ごちそうさまでした。
月食を見ながら月を楽しむ真夜中の不審者ことおっさんでした。次回もフェモラータオオモモブトハムシの幼虫の動画になります。それではまた。ポン。